I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. どうもこんにちは。今回はこちらアイロボットルンバ、まあ、箱に書いてますねの E5 を購入したので、こちらの方の開封と紹介の方していきたいと思います。とりあえずまずちょっと開けちゃいます。はい、まず外箱を開けて、まあ、皆さんよく知ってますね、ルンバですね。で、今回購入したこの E5 っていうのが、だいたい5万円弱ぐらいかな、のもので、まあ、探してるとやっぱ10万以上とかっていうのも多々あったんですけど、まあ、こういうの初めて買うんで、ちょっとあんまりいきなりいいもの買って、実はそんなに良くなかっただと、ちょっと嫌なので、まあ、ちょっと真ん中ぐらいなのかな。ただなんか、エントリーモデル的には悪くないもの。かなと調べているとありましたので、こちらの方を購入をしました。ちょっとまずもっと開けましょうかね。まあ、パッケージ自体はこっち表かな、裏はあれですね、ほんと裏の写真を使っていて、横は変わんないかな。はい、ちょっとさらに開けてみます。あ、結構そのまんま、これ本体、お、意外と軽い。はい、これ本体。思ったより軽い。説明書とかと、これあれで、ね、充電するところの。でこの中パーツ類ですね。何やろこれ。パンチとこれ何だろう、うん、まあ、ちょっと説明書を見ながらやってみましょうか。ちっちゃい箱の中この4つですね。電源コードとフィルターかな、これなんかよくわかんないな。これと、で、レンジ。はい、ではちょっと説明書の方ですね、確認していきます。まあ、初めにっていうのと、まあ、これ完全にちゃんとした説明書、ユーザー登録してくださいねっていうのと、あと保証書、まあ、この4つですね。とりあえずは初めにですかね。ロボットを用意する一番、ロボットとホームベース、これですね、と電源コードを使います。で、残り使いませんとです、今は使いません。で、ホームベースを設置する、ホームベースはコンセントの近くで Wi-Fi の電波をよく届くを設置します。ホームベースを設置する、ちょっと予定していたホームベース場所を移動中でします。で、ホームベースの場所ここにしようと思います。もともと今使っている掃除機、こちらがあるんですけど、まあ、この近くでいいかなと思って、こっちにしよう。こっち側かな、ホームベース、ホームベース設置します。場所 0.5 メーター、 1.2 メーター、こうやったらいいかな。で、ホームベースを接続します。で、コンセントを挿します。
これ今ランプつきました、ここで、ルンバを起動する。ロボットをホームベースの充電用接続部の位置に合わせておきます。しばらくすると起動を知らせる音が鳴ります。で今、音鳴った後は電池マークかな、これが光っています。これ多分今充電中ですかね。一応これね、めっちゃ簡単やな。アプリをダウンロードしてソフトウェア更新して順々従って設定を完了してください。だけはい、じゃあこれでちょっととりあえずアプリですねダウンロードして設定の方をしたいと思います。でちなみにこちらの説明書に関しては、基本やっぱあれですね、アプリ、あでもロボット本体またアプリのクリーンボタンを押します。これか、あで付属品ついてたものも書いてますね。あ、まあ、これで清掃させたくない場所を仕切ってっていうパーツなんで、特に部屋またいで掃除してほしい場合は必要ないですし、よくこれなんか載ってますね、あのルンバの説明のところには、なんかペットのこうご飯とかの場所のところを掃除しないようにするとかっていう設定もできるようになってますね。その時にこれですね、これが必要となってます。でお手入れ方法とかも、まあ、書いてますけど、まあ、この辺はちょっと使っていってかな。Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride. Wherever I always try to let my spirit fly. Fly away. That's the only way to get that high.はい、これでアプリの方設定完了しましたので、これで使えるようになってます。でさっきのアプリのところから掃除もできますし、こっちに関してはこれを押すと動くの、いや動かない、もう一回押してみる。
今一回クリーンボタンを押して停止してホームボタンを押したんですけど、なかなか帰ってきてくれない。めっちゃゴミ箱です。どこ行くの？家に戻らない。今ラグのところに掃除してくれてますけど、今ホームボタンを押したんで、あの家に戻ってほしいんですけど、全く戻ってくれないです。はい、というわけでやっと戻ってきました。ちょっといまいちまだ使い方分かってないんで、まあ、もう少し使ってみて、またちょっとレビューしたいかなとは思います。もうちょっと自宅が綺麗になってるかよく分かんないし、やっぱちょっと部屋のあれですね、コードとかなんかその辺を片付けないとなかなかちょっとこの性能は発揮できないのかなとは思いますので、ちょっと部屋のね中の直で置いてあるものとかも片付けながら、ちょっといろいろ使い方を検証してみたいかなと思います。まあこれがね本当に良かったらね、もっとねこうモデルがいいものとかも買ってもいいかなと思いますし、もっといいやつになるとなんかゴミを自動でこっち側で吸引してくれて、こっち側でゴミ捨ててとかっていうので、なんかあんまりゴミ捨てる回数も減るみたいなのもありましたんで、そっちも本当はいいなと思ったんですけど、まあまずはねちょっとこういうの買うのも初めてなんで、一回ちょっとこちらの E5 で試して見ようかなと思いますので、ちょっと何かね気になる点とか、もう逆にちょっとこう使った方がいいよとか、なんかちょっとアドバイスあればいただきたいですし、ちょっとまあしばらくはちょっとアプリの方も見ながら使い方を見てまたご紹介できたらいいかなとは思います。まあ物はね開けてすごいセットアップ自体はすごい簡単ですね。でアプリの方をやっていけば、まあ、操作も見た感じは全然問題なくアプリ上はできそうなので、ちょっとこの辺のボタンとかその辺のがなんかいまいち思った感じですぐに家戻ったりとかしないとかっていうのはありましたけど、まあ、ちょっとそれも含めていろいろ見ていきたいと思いますので、何かありましたらコメントの方をお願いします。でもしよかったら高評価の方と、まあ、ぜひチャンネル登録ですね、ぜひぜひお願いします。またちょっとこの辺レビューしていきますので、ぜひお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。